たまに。これどうするか。ちなみにこっちの手前の色が違うやつ。おう。そっち。おう。おう。あ、僕はいいですか。うん。はい。はい、どうぞ。マイクオッケーですか。マイクオッケー。オッケー、オッケー、という、始まってるんですか？始まってる？始まってる？始まってます。始まってるんですね、これ。はい、ドタバタで始まりました。ヒザピーのトルベールミュージック、今日もやっていきたいと思いまーす。今日多い。お客さんが多い。どうしよう、緊張しちゃう。はい。ということで、今日のゲストです、焼津市民吹奏楽団オーボエパートの大橋龍くんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、突然音楽変わります。はい、はい、もうなんかね、あの見慣れてる人たちいると思うんですよ。やっちゃいます。そういうもんです、ね、そういうもんです。はい、ミュージックスタート。あー、出た。で、拍手お願いします。もう道よ。いきます、はい、あなたの名前は大橋龍。もう一回、はい、あなたの名前は大橋龍。パートはオーボエパートです。それで間違いないのかな。オッケーです。はい、おー、シンプルね。はい、いきます。何月生まれのどこ出身、ついでに愛称も言ってみな。2月生まれで焼津出身、愛称は名前が龍なので、龍って呼ばれることが多いですね。はい、可愛くまとめんね。いえいえ。はい、いきまーす。好きな曲は何ですか。思い出の曲教えてください。曲はそうですね、学園祭の時にキーボードで弾いたポルナグラフィティさんの曲が好きです。おー、はい、ということで今日は大橋さんです。ありがとうございます。相性が、相性ですか。あんま広げられなくてすいません、なんかすいません。りゅうくん、はい、りゅうくん、他になんか言われてないの。いや、あ、最初あの焼津市民吹奏楽団のっていう紹介してもらったんですけど、はい、あのその焼津の市民吹奏楽団に所属してるんですけれども、そこではなぜか大橋くんって呼ばれることが多くて、名字の、あ、なんか普通大橋って名字長くて、で龍っていうと一応音だけだったら2文字ぐらいで読めるので、なんで龍リュウって呼んでくれないのかなっていうのはちょっとあるんですけど、気持ち的にはリュウって呼ばれたい、ね、呼んでほしいですね。リュウって呼ばれたいよね。まあリュウくんとかでいいですけど、リュウさんとかでいいですけど、なんか多分もう焼津テレビさんでもお世話になってるうちの団長がですね、多分あのうちの団長が大橋くんって呼んでるせいで、あ、この人大橋って人なんだって周りの人も認知して、あ、じゃあ大橋くんねっていう呼び方をしてるから、うん、まあ大体団長がなんて呼んでるかで、うちの楽団ってなんか志村が悪いと、あんま言うと、怒られちゃう、志村さんが悪い。まあ団長が、そうですね、団長が団長の呼び方で大体呼び方決まるのかな。団長すいません。見てたら嫌だな。見てたら嫌だな。きっと見てるはず、きっと見てるはず。っ困ったな。ということで、今日はリュウ君を、ありがとうございます。はい、ゲストなんですけど、焼津出身で、実を言うと、はい、高校が一緒。あ、そうなんですね。ただ被ってはいないんですけど、はい、すね、年齢がそんなにも離れてないですね。でも、うん、年の話ね。今年いくつですか。今年で26です。26は。わっけーな、わっけーな、26、俺何してたっけかな。まだ働き始めて、そんな経ってなかったような気がするけど、はい、ちなみにお仕事ね、何やられてるんですか。お仕事は学校の先生ですね、はい、あんま深くは言わないように、はい、普段ね、学校の先生やってます。普段ね、あの子供たちにあのすごい
やりながらで、まあ、楽団の方でねオーボエを吹いているんですけど、はい、まあ、オーボエってね見たことない人の方が多いと思うのね、今日ね、はい、持ってきてもらったんですよね。こんな感じですね。はい、すごい、キーがいっぱいある楽器で、非常にお金がかかる楽器です。で、ギネスにも載っていて世界一難しい木管楽器っていう風になってるんですよね。はい、またどうしてこの楽器始めたんですか？この楽器を始めたわけはそもそも楽器は小学校3年生の時にピアノを始めて。あ、やってたんだ。はい、で唯一ピアノだけはなんか楽しくできたかなって思ったんですね、小学生時代。いろいろやってもらった、やった習い事の中で、で中学に入ったら吹奏楽部入りたいなって思ったんですけど、僕たちの出身の某私立高校の付属、その中学校に行ったんですけど、あ、すいませんよく忘れるんだよね、で、あ、なんか急に大きくなっちゃった。で、その時に当時男子校だったので、あ、そうですね、はい、当時男子校だったので、なんか吹奏楽部入るっていうとなんか女の子いっぱいいるとこの部活入るのかよみたいな、当時思春期の男子中学生のノリじゃないですけど、それでなんか、うん、入りにくいなって思っちゃって、結局中高はやれず。そう、当時はまあ、高等学校から男女が共学になって、 中等部、まあ、大橋くんは、あ、龍くんはあの中学からまあ、私と一緒なので藤枝明誠の方に入学をしていまして、はい、まあ、そこは男しかいない、男しかいないので、うん、はい、上も下もそうでしたね。上も下も男しかいない、僕の当時は。はい、はい、そうですね。なのでまあ本当に男子のノリっていうかね、うん、そうですね。そう、それが、まあ、楽であり、うん、いろいろ大変でもありみたいな感じでした、ね、大変なのあったの？大変、まあ、それですね、吹奏楽部入れなかったっていうのは。ああ、まあ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 、まあ、高校にもなっちゃえば何でも言えるし、言い合えるって感じですけど、当時入ったばっかりだとなんかいろんな学校から集まってきた、今中学1年生でなんか友達と仲良くなりたいなとか、なんか関係持ちたいなって時に、お前そっち入んのかよみたいな、そういうノリで、あ、そっかみたいになっちゃって入れなかったですね、まあ、思春期末だから、ね、だから ね、うん、ね、女子がと震え合える部活ってだけでね、茶化される、はい、茶化されてましたね。そういうの私も経験あります、うん、はい、はいはい、まあ、それで結局何を入ったんですか？あ、部活、僕空手部に入りました。強っ空手部に入りました。空手部、いや、型とか覚えてます？あ、そうですね。あ、なんか、なんだろう、でそういうノリの中どうしよっかな、部活になった時になんか当時もう帰る時のその、はい、門で、うんうんうん、出待ちをしてるじゃないですけど、出待ち、その空手部の先輩たちが空手部どうですか、はい、っていうのをやってて、はい、断りきれない人だったんですね。はい、はい、おお、ドラゴンティーチャーかっこいいっていう風にコメントをいただいておりますね。だるです。ありがとうございます。ドラゴンティーチャー、ドラゴンティーチャー名前が龍だからですね。あ、そういうことですかね。前、はい、昔ドラゴン桜っていうのをね、受験でね流行ったりしたね。龍くん、龍くん頑張ってますよ。はい、で、なんだっけ、何を話そうとしたっけ、よく忘れるんですよ。なんで空手部入ったかはちょろっとしゃべって、そうそうそう、なんで空手部入ったかっていうと、そこからまあ、大学に入って、はい、で吹奏楽、そうです、大学からはまあ、もう空手部はいいかなっていうのがあって、どうせだったら自分がやりたかったことやりたいなみたいな、で大学だしもう好きなことやってもいいかなって、まあ、まさか第一希望にオーボエを出すわけもなく、はい、第一希望何でしたか？第一希望フルートでした、ね、フルートだったんです。あ、こっちですね、横笛かっこいいからね。なんか小学生時代に地元の祭りでお囃子やってて、うん、まあ厳密に言えばその口の形って違うらしいんですけど、うんうんうん、でその関係で結構老けちゃって、うん、まあ
上手いとか下手じゃなくただ音が結構出たっていう感じですけど、それでなんか、うん、ですね、はい、それでこれがいいなって思ったんですけど、うんうんうん、まあフルートが第一希望、はい、第二希望がバリトンサックスっていう、サックス、サックス、まあ、かっこいいからね、はい、当時の先輩、教えてもらってた先輩の、まあ、趣味ですね、うん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 、サックスはまあ吹けたんですけど、これかっこいいからやりなよみたいな、あで、まあ、第二希望だしいっかと思って、うん、バリトンサックスって書きました、はい、で第三希望が、バスクラリネットかオーボエだったんですね。まだオーボエがかすかにしか出てこないでなんかバスクラリネットっていうのも木管の低い音の楽器、それもさっきのバリトンサックスを誘ってくれた先輩の趣味で、あ趣味これやりなよみたいな、でそれで僕1音ぐらいしか出なくて、でオーボエも1音ぐらいしか出なくて、吹いた時にフルートは1オクターブ以上出たのに、っていうのがあって、まあ1音しか出ない楽器だし、なんか恨みあるの？そういうわけじゃないですよ、なんか1音ぐらいしか出ない楽器だし、まあなんないでしょうみたいなって思ってて、どっちにしようかなって思ったら、当時の僕が大学1年生の時の大学3年生と4年生の先輩が、そのダブルリードパートっていう、まあこのオーボエって楽器ともファゴットって楽器があるんですけど、まあそこのパートの人たちが大学の専攻の先輩だったんですね、ちょうど。ほう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 。で僕が迷ってる時に、同じ専攻のよしみでさみたいなちょっと書いてよ第三希望だしみたいな、うんうんうん、まあ先輩っちが言うし、まあ書いて書くかなって思って書いたんですね、うん、そしたらまあ後日あるパートを、まあ、決定しましたみたいな先輩たちからあるんですけど、うんうんうん、じゃあ何々パート誰誰誰誰って、うん、まあ僕の同級生たちがどんどん抜けていくんですよ、あじゃあパート部屋行ってくださいねみたいな、うん、僕だけなんか一人ポンって残されて、うん、30人ぐらいいたんですけど、うん、当時、うん、ポンって残されて、うん、なんだって思ったら、当時の部長とか、うん、あの学生指揮者って言うんですけど、うんうん、あのその人たちが来て、30人希望する中で覚えて書いたの君だけなんだ言われはぁ、あ、はぁ、あ、ってなりやってくれるみたいになり、はい、はぁ、あ、はい、まあ、つまり残り物だったと、そういうことですね、はい、で当時初心者だったので、まあ、はい、まあいっかってなり、その残り物がそうです、こちらでございます、こちらにまあ やってみようかって思ったら、うん、まあ苦労しましたね最初は、本当にすごい難しいんですよ、で、うん、私も現に応募やってるんですけど、そうですね、このリードっていうやつをあの鳴らすんですけど、まあ、 あのこれくらいの穴に息を通すので、まあ、全然鳴らないんですよね。そうなんですよね。ちょっと鳴らしてみ、こういう音が、あの水がついてないのでちょっとなんですね。なんですけど、あそうなんです、もう仲間なんです、草笛とチャルメラの仲間ですね、うん、で実際音出してもらってもいいですかね。ああ僕が出すんですか。出してくださいよ、私出してない今日の楽器を。ヒサピーが出してほしいですねちょっとそれで言われるのすごい違和感が。楽器歴も僕よりも上ですので、はい、そうですね、こんな感じですね。どうしよう、立っちゃったけど頭切れちゃった。まあいいや、切れる、あーすいません。って感じですね。うん、結構大変な楽器って最初も言ったんですけど、まず他の楽器と違ってチューニングができないんですね。なのでオーケストラで最初の音はこの楽器から出して他の楽器が合わせてもらうっていう。あとは、お金が非常にかかります。そうなんですよね。この楽器はまあ、入門モデル の、 楽器なんですけど、それでもね結構高いんじゃんね、うん、そうですね、はい、いくらしました。まあ、スクールモデルで、定価で70何万、うん、そうなんですよ。それを、まあ、当時教わってた先生が、まあ、負けてくれたりとか、うん、交渉してくれて60万、うん、で買った感じなんですね、はい、本体がまず高いっていうのと、このリードも自分で作ると安くはなるんですけど、まあお店で買うと1本3000円で、でそれでまあ音大生とかは毎日吹いてるので、それを2週間で潰してしまうっていう、はい、うん、なので消耗品なんですよね、これが結構大変だよね、はい、はい、そうなんですよね。なんでそんな高いの
まあ人口が多いっていうのと、あのキーがね非常に多いので、あの調整するのに大変で、あの木の価格も最近、あのこれグラナディアっていう、合ってるかな、あの硬い木なのでアフリカでしか取れないんですね。でそれをあの知っといて輸入するのにもお金がかかってしまうので、はい、非常に作る方の技術も必要な楽器っていう感じですね、うん、で今私の手元にあるのがこのオーボエより長いお仲間ですね、イングリッシュホルンっていうやつなんですけど、これもオーボエの仲間なんですけど、うん、同じ2枚のリードで音を出します。なるかな、どうぞどうぞ。結構長いんですよ。はい、ちょっと1曲吹きますね。おすごい、セブだ。これがまあ有名な、ドボルザーク作曲の交響、曲第9番、新世界ですねの家路。もう焼津は違うんだよね。今何でしたっけ、あの曲名忘れちゃった。何でしたっけ。ダンダダダンダダ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 ンですよね。ああそうですね。はい、4時半ですね。そう4時半で焼津は4時半なんですよね。はい、そうまあ夕方でよくなる。そうですね、5時とかに。どこかな、他のところはなってた、うん、確かなってるような。あそうですね、陶器なんていう、あれ日本語わかんない。まあ帰りたくなる。そう、帰りたく、まあ、帰りたくなるやつですね。帰りたくなる曲っていうふうに、はい、あ帰らなきゃみたいな、帰らなきゃいけない曲、はいはい、帰らなきゃ。まあそんな感じの、曲の旋律を吹いてる曲ですね、うん、非常に哀愁が漂ってしまうの楽器なんですけど、はい、ね、大橋くんのやつも言ったので、こちらの金額、はい、いくらだと思います。いくらだと思います。120万と。120万貼った、150万、はい、165、はい、刻んだ200。ああ、ちなみにこれは、通常モデル、まあプロも使えるモデルだけど、まあ特に高い部類のやつではないんですが、170万定価でニアピンです、ニアピンです。170万、あ違う、これ180だ、定価がですね、定価が180だ。で、それを、まあ、60万円くらい値引いてもらって、ローンで頑張って買いました。大変。それでも120万ですか、ね、それでも120万、そうなんですよ。そう、当たった当たった当たったの。リードを1枚。あ、どれ、あ、あとで使わなくなって、使わなくなったリード。でも、まあ、いろいろありますので、使わなくなったやつが潰れちゃった、ね、潰れちゃう。もう吹きにくいリードとか。そうなんですよね。シャー。シャー。言い方がすごいですね。なかなか聞けないですよね。はい。まあ、結構、まあ、うん、お金がかかる楽器なんですけど、なぜこの楽器を続けているんですか。まあそうですね、目立てるからですかね。なんか振り返って考えてみると、まあさっきも言ったように、まあ先輩はいたんですけど、結構大学時代始めた頃って、うん、もうほぼ自分一人しかこの楽器パートがいなくて、この楽器ってなんかあんまり人がいないパートなんですね、うん、他のトランペットとかクラリネットって結構大所帯でみんなで仲良く頑張ろうみたいなやるパートに比べて、だいたい吹奏楽部とか吹奏楽団に1人2人のような楽器なので、
もう大学4年間ほぼ一人でやってて、まあ、そうなってくると、なのにこの楽器はまあ吹奏楽曲の中でまあソロ楽器、まあ、ソロのところが多くあるので、まあ、初心者だろうが何だろうが、まあ君しかいないんだから吹いてって言われて、うわーって思いながら頑張って頑張ってなんとかソロだけでも頑張らなきゃって吹いて、で実際その演奏会とかそういう場で吹いてみて、まあ成功もしますし失敗もしますけど、あでも頑張ったなとか達成感じゃないですけど、あのあとは周りの人たちとか知り合いとか、まあ仲間からも頑張ったねとかよかったよとかいろんな人に言われると、あこの楽器やっててよかったなっていうのはあって、結局まあいろんな、まあお金の面とかいろいろありますし大変ですけど、あやってよかったなっていうのはあるので、まあ続けてますね。それが美味しい、美味しいじゃないですけど、もしかしたらフルートじゃなかった、フルートだったら続けられなかったかもしれないよ、ね、フルートだったらもしかしたらずっと日の目も当たらず先輩すいませんって言いながらずっとあの、ね、吹いてたかもしれないので、それに比べたらまあ君しかいないよって言われて、あそうなんです、ね、頑張ったねってみんなに褒められて、で伸ばしてもらったので、ね、まあ、大学時代のまあ、吹奏楽部であったり先輩とか後輩には感謝してますね。で、あの今もまあ吹奏楽を続けられているわけですが、はい、まあ、あのお仕事やりながらの演奏活動大変じゃないですか。まあ大変ですね。仕事終わって、はあ、大変だけどよし頑張っていくかって言って、ほうほうほう行って練習をして、まあ、練習もなかなか本当は基礎っていうか、音を出して基礎練習をして、曲の練習もして、で合奏に臨みたいっていうんですけど、なかなかやっぱり学生時代と比べてそういうのは難しかったなっていう、難しくなってきたなっていうのをやっぱ働いて感じますね。はい、はい、コメントをいただきましたね。ソロのとこだけ頑張る。もちろん他のところも頑張ってますよね。まあ正直言っちゃうとそうですね。大学1年の時は正直に言わなくていいからあとはなんかまあもうここだから正直言っちゃいますからね、うん、どうぞどうぞ。なんか今はまあ頑張ってる方ですけど、うん、なんか連符ってあるんですよ、木管楽器って、うん、このキーがたくさんついてる中、ね、あのバーってずっと指を動かしてな、あの細かい音が続くところがあるんですけど、いやクラリネットとかフルートさんが吹いてればオーボエ一本いたところでみたいな思っちゃって、いやサボってた時期はありますね。はい、あの時期があった。今は今は頑張ってます。おお団長頑張ってます。すいません、頑張ってます。あのね、視聴者がね怖いですからね、はい、今日は、ね、頑張ってないじゃないかって分かってらっしゃいますね。痛いところついてくる。はい、まあでもあのまあパート的にはあの非常に少ない人数になりがちなオーボエパートなんですけど、うん、私もちょっとね、あの焼津市民吹奏楽団さんにちょっとお邪魔させていただくようになって、まあ他の楽団には見ない人数3人っていう多いんですよね、多いんですよ、ね、うちの楽団、ね、全体人数40何人に対して3人っていう、すごい、ね、あの普通40人だったらまあ1人いればいいかなっていうところ、もしくはいないかってところもありますよ ね、 そうですね、1人いていうかいないかです。はい、なのに3人いて、あのなんかオーケストラの ね、 そうですね、編成みたいな感じになってますけど、はい、まあ、あのそれでもあのアンサンブル、ね、あのオーボエ同士でやったりとかっていう楽しさがあるので、うん、はい、非常にいいパートだなっていうふうに私も思っております。でもう一人あの、ね、あのできたら紹介したかったんですけどね、うん、あのここにここに分かんないですよ、また視聴者、また今度ね、ゲストで来るかもしれないですね、出てこようと思うので、はい、え菅君次は君の番です、はい、来てください。はい、ということで、あとは、何か宣伝したいこと、宣伝したいこと、はい、もう楽団のことじゃないですか。どうぞそうですね、ああ、せっかくあの日にちとかを言うのを忘れてしまった、はい、11月にですね、はい、僕たち焼津市民吹奏楽団は豊田公民館祭りかな、豊田公民館祭りといって豊田公民館でやるのかな、はいはいはい、11月の頭ら辺ですね、はい、で、やります、はい、おそらくしか言えなくてすみません、入場は無料だと思います、はい、で自分たちの演奏とか合奏を聴けると思うのでぜひ来てください。あとは、はい、そうですね、11月の真ん中終わりぐらいにも
市民音楽祭があるのかな、はい、八重洲の、はい、市民音楽祭というのがあって、そこでも、はい、会場もどこかも忘れてしまった、八重洲文化会館じゃないですかね、もしかしたらですかね、ミュージコか文化会館か、はい、どっちかだと思うんですけど、そこで、はいはい、やれるので、はい、ぜひぜひ、はい、オーボエパートが3人もいる、はいはいはい、おそらくで申し訳ないですところを、はい、ぜひ見ていただきたいなっていうのはあります、はいはい、あとですね、八重洲市民吹奏楽団さんは、団員さんも、はい、そうですね、随時募集してるんですよね、募集してます、はい、特にキューボなパートはどこになりますかね、そうですね、オーボエが、まあ、こんだけいるとやっぱクラリネットが欲しいなっていうのはね、はい、クラリネット中何人いていいので、はい、クラリネットも欲しいです、クラリネットさんカモンということで、あとはそうですね、あとはそうですね、何パートだろう、まあ基本的にどのパートも欲しいですが、はいはい、パーカッションとか、あとは、はい、そうですね、はい、じゃあ代わりに私がフルートさんとか、バリトンサックスとかバスクライネットとか、あと、うんうん、あとオーボエの仲間ダブルリードのファゴットとか、ああそうですね、はい、あと弦バスとかストリングベースですね、あ、はい、あの募集中ですのでありがとうございます、ね、代わりにやってしまった、はい、ということなので、ぜひね、金曜日と水曜日かな、うんうん、練習してるんですよね、はい、はい、なので、ぜひ八重洲文化会館、はい、一度練習に見学に来てくれたら、はい、嬉しいと思います。お願いします。で、お時間の方は今どれくらいですかね。もうすぐ終わり、はい、はい、今日はネタが尽きずに終わることができてよかったです。はい、ということで、今回のゲストは、はい、八重洲市民吹奏楽団オーボエパートの大橋龍さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、また来週さようなら、はい、また来週。